鳥の爪団総統です。今回もバイオハザード7生放送続きの方やっていきたいと思います。皆さんコメントありがとうございます。こんばんは。ということで、前回は、ルーカスの罠をなんとかくぐり抜けて、ミアとゾイが捕まってるところのありかが分かりました。D 型被験体の頭も手に入れたという状態ですね。で、アイテムの整理してたんだよな。今持ってるアイテムがこんな感じになっております。マグナムを、手に入れたりとかしてっていう感じだな。ということで、じゃあ続きの方早速ですけども、やっていきましょう。この奥だったかな。なんか桟橋を渡った先になんか小屋があるみたいなこと言ってたんだよな、確かな。あ、これ何？またクランク必要？じゃあ、クランク使っていきましょう。よし、これで渡れるようになったね。まだクランク使うのかな。待ってろミア言ってるけど、ミアもね、中に住むやつさえいなくなればまた再びね、いいミアに戻るかもしれないしね。ずいぶん葛藤してるもんねミアもね。うわ、入り組んだとこだな。これ水の中とかから敵出てきそうでやだな。あ、でもなんかバイオっぽいね、本当にこういうとこバイオっぽいよね。バイオハザードの4やったことあるんですけども、それをちょっと思い出すようなところがあるな。あ、これか、これか。またクランクね。よし、オッケー。バナの燃料か。バナの燃料結構もらえるな。まあでも普通に渡っちゃおうかな。お、頭、よし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 。ショットガンの方がいいかもね。ここまで来るとね、もうね。オッケーオッケーオッケー。うわ、うわ。待って、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるじゃん。頭、ゆらゆらしないで。頭。よし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 。待って。復活したよ、今。復活すんの、こいつ。おいおい、嘘だろ、吹き飛んでんのに。待って、やだ、来んの、倒れた。マジ音楽不穏すぎる。待って、クライマックス感ある音楽出さないで、めっちゃ怖い。危ない、まだ来るね、まだ、やば、うわ、痛い、やばあだー、即死だ。ちょっと待って、そんなに何体も出てくんな。てか、なんか生放送開始した途端大体毎回即死してんな。でこの後だよね、またもうちょっと進んだら出てきちゃうから、今度は動きが早いタイプだな、おそらくな。後ろからまた挟まれる可能性もあるよね。ちょっとゆっくりって、はい、よく見て。そこです。いやだ、ダメです。待って、ワンパンでかいよ。オッケー。回復しよう。倒したかな。よし。で、もうちょっと進むともう一匹出てくるはずだから。来るよな、おそらくな。来ない。あ、来る。うん。よし。もう一回立ち上がってからがいいな。リロードしとこうかな。近寄って、そこです！まだ強っ。くるっと回って、ぴょん！まだ、しぶとすぎる！行ったかな？行ったな？後ろもういないな？オッケー。いやもう、何それ、20発持っててもこれよ。マジかよ。あ、すごいくれる、弾数すごいくれる。絶対危ないところだ。これは爆破すんなよ。よし、バナだね。あ、セーブポイントだ。一段去った感じかな。ガンパウダーもあるね。と、これはこれグレネードランチャーの弾だね。焼夷弾だ。うわ、マジか。じゃあちょっとグレネードランチャーでいこうかな。いやー、ゾイ、迎えに来たよ。ずいぶん狭いとこだな。
グレネードランチャーやったら俺もろとも吹き飛びそう。あ、はじめまして、もしかしてゾイですか。ちょっとミア、アイテムが欲しい。怖いな、付き合っていい、大丈夫かいミア。でもバッチリメイクだ今、いいミアだ。じゃあこれゾイ、ゾイか、ゾイ、俺は後にして、今は時間がない。もうこっちもバッチリメイクだ。材料は両方持ってきたの。ここにある、これで作れるか。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る、もうすぐ来るわ。オッケー、二人分あるね。二人分あるね。もう何、ちょっと意思疎通がすごいな。もうちょっと俺にも教えてよ、いろいろ。何やってんの。結成を作った後はどうするんだ。外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。え、そんな、ポットみたいので作るの。私たちは出られない。ティファールみたいなので作ってなかった。なんか結成を受け取る。ちょっと、一つは私のだよ。嘘。え、なんかやばいの来たよ。目玉が弱点感がすごいやつ来たよ。何をしている。何をしている。明らかにボスだ。嘘。スタートだね、スタートだね。ちょっと待ってな、下降りようか。娘をとか言わないで。よし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 、さあリロード挟んでいく。何を言ってるのか全然聞き取れないよ。すごいな。てかモンスターハンターのレベル、いたーいたー、死ねる。待って、とクラフト、クラフト、よし、危ない、回復して、あーあーんじゃない、危な、死ねるレベル、ふん、よし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 、やっぱグレネードランチャー強ー。でかいな、またこれ。待って、でも目玉のところを狙いたいから、そっか、いや外したか。いやでも痛そうにしてる、よかった痛そうにしてる、よかった。そこかな。いや難しいな、意外と狙うの。いや危ない、でもダメージは絶対入ってるはず。燃えてるもんね、腕のところとかあるよね。顔にファイヤー、よし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 、入ってる、入ってる。むしゅ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 言ってますけども、滑舌がミスってるけど大丈夫か。そこ尻尾狙いたい、よし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 。さあグレネードランチャーなくなりましたね。どこ行った、あ上行ったんだ、血吹いてますね。でハンドガンゲット、お、よしハンドガンじゃない、ショットガン、痛い、もうやめて、怖い。うわうわ、臭、控えめに言って臭い、溺れちゃう、絶対に臭い。待って、これクラフトしといた方がいいか、回復薬作る今のうち。じっとしろよ、じゃあ絶対しない、やだー。はい、痛い、それ 100% ダメージ食らうやん。何その回避不可みてえな勢いのやつ。回復しよう、よしよしよし。家族なの、なんか福山雅治のセリフやめて、全然食らってなさそう。いやきついな、マグナム使うのもワンチャンありえるぞ。でもな、まだこいつ以外もいそうだしな。目つぶせ、よしよしよし、オッケー、ダメージ入ってる、いいよ、だんだん目玉なくなってきた。いいんじゃない、こうは近寄んな、マジ、おーじゃない、そこだ。あ、リロード、怖がらないで言ってんのはあれ、おばちゃんのセリフ、なんか融合体みたいな感じなのか。そっち側だ、その腕、そこです。よし、なんか上にいる時にしか狙えない位置とかありそうだよね。逆もしかり、俺が上にいる時じゃないと狙えない位置とかあるかもしれないね。ちょっと冷静に行こう。よし、登ってよく見よう、あいつの体をよく見よう。でこいつをマグナムをぶち込んでやりたい。上から見てもでも
なさそうだよな。ある？多分ないよね。逆にあいつが上に、いけいけいけ、そう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 、ナイスナイス、すれ違い通信あった。そこに当たらん。待って待って、ショットガンでやりたかったな、あれ。うわ、めちゃめちゃ狙いづらー、狙いづらー。動かないで動かないで動かないで、どこ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 にある。おめめおめめ、お前逆だ。俺のセリフ、じっとしてるわ。そこです。よっしゃ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 、いったかいったか、死んでくれ死んでくれ。まだ生きてる、もうじゃない。待って待って待って、マグナム秘策なんだから、こっちの。待って、逆上行こうかな。あっあっ、なんかいいいいいい、あいや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 、死んでくれ。終わりなの。あっ、何、いた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 、ちょ、マグナムしかない、もうマグナムしかない、マグナムしかない。よしよし、いた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 、もうそれは死ねる。まあでも攻略を見えたわ。もう一個、おい、背中痛いよ。よし、からの取って、 OK、 あと2発あるね。危な、よし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 、イーサン、イーサン、イーサン上行きます、一回。よしよし、冷静に、こう冷静にな。弾あるね、そこね。ショットガンの弾、オッケー。上がってくるか、そこ。よしよしよし、これは入ったでしょ。オッケー、燃えたね、燃えだよ、だいぶ燃えだよ。あとお腹のあたりにまだあるかな、腕にもあるか。オッケー、あそこいいのも、はい、いいの入ったね、今ね、いいの入ったね。下降りようかな、おじさん上にいるみたいだから。一回降りて、あー、なに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 、ブチブチューじゃないよ、怖い怖い怖い。攻撃もしたのか今ので、ちょっと分かりづらいな。そこ、オッケー、いいね、いいの一発入ったね。はい、取っていく、よしよしよし、マグナムに変えて、あ、もがいてる、そこそこなんだけどな、当てづらい。オッケー、当てた、よし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 。あとどこだ、結構いっぱい目玉あるよね、この子ね。おーん、言って。待って。中入ったってことはあれか、オッケーオッケーオッケー、第2段階入った。よし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 。ここでマグナムを速攻で当てていきたい。そこ、よし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 。行ったか行ったか、行ってくれ。うっ、あ、行ったか、さすがに、もう終わりだろう。さすがに終わりだろう。エイムさえ合えばマグナムマジで最強だな。何？イーサン。おお、ゾイか。はあ！寂しがり屋か、お前は。カマチョが過ぎる。そいつに結成を使って。そいつに結成使うの？ぶっちゃお。はーい。行きまーす。あ、辛そう。マジか。結成1個使っちゃった。おおおお、あ、ま、眉になりがち。大丈夫、大丈夫はない、はい、行こう、ミアが待ってる。1ミリも大丈夫はない。ああ、来た。いや、倒しましたね。もういい、もうボス戦はいい、辛い。終盤になった感じあるよね、でもね。あと1本しかないか。残ったのは1つだけ。1人分しかないなんて、これからどうすればいいの？チューペットみたいに半分こしたら？ね、あのアイスの半分こできるやつあんじゃん。パピコでもいいけどさ。どう？どっちに使うか選ぶわけだ。その究極の選択、すごい冷たい目で見てくるじゃん、ゾイとか。ミアは不安そうな顔で訴えてくるタイプ？
ゾイとかなんなら初めましてだからね。うわすごい見る、ゾイ性格が出てる、こわ。女同士の争い、皆さんならどっちを選びますか？あ、なに、お腹痛いアピ？二人とも急に寒いなー言うて、え、うわ女同士の争いだ、困ったな、移動できないんだ、あ、逃げることもできない、そうでしょ。まあでもな、やっぱ嫁だしな、宮かな、ゾイもだいぶ魅力的だし、すごくねサポートしてくれましたけども、やっぱり最後は宮を選ぶみたいなね、こう誠実な男性、そういうところ見せていきたいですよね、宮で。いいんだ、逃げるなんて考えがバカだった。でもゾイ、もういい、二人ともさっさと行って。だから半分こしようって言ったじゃん。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家、ここから離れられないんだよ。罪悪感がすごい。助けを送る。そんなのいらない、誰も助けになんか来ないくせに。待って待って待って、大丈夫なの？めちゃめちゃバッドエンディング感あるよ。そうでしょ、ミアは大丈夫なの？怖っ。だいぶ離れた感じありますけども、ゾイが変貌して襲ってくるなんていうね可能性も十分ありえるしね。あれ？ミアちゃん？今の顔何？他に誰を選ぶって言うんだ？イーサン。怖いよ。イーサンちょっともうすでに疑ってます。ミア、辛いのは分かってる。でも話してくれ。君が関係してるんじゃないのか。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないの？頼むよ。これからの夫婦関係大丈夫それ？え、なんかすごいとこついたよ。船？どうしてこんなところに？でかっ。客船みたいなやつだよね。もしか軍艦？おお。大丈夫か？今のはなんだ？あー、まだ出てくんの？なんだよこれは。なんだよ。あーあーあーああ。嘘だろう。ママ、こっちだよ。あー、映像綺麗だな。なんだかんだ。もしかして入れ替わってる？私ミア、悪夢は終わらない、終われ、そろそろ終われ。マジでミアです。ミア編になりましたねこれね。うわ、オリオか、イーサン大丈夫かな、今度は私が助ける番よ、とそういうことですよね。ママこっちだよとか言ってたのは、あれ、イーサン？イーサン、あああああ、取り込まれちゃう。イーサン、うわうわうわ、持ってかれた。あーあーあーあああ、じゃあもうダメだ、イーサンおしまいですね。いいやつだったよ。こっち行ける？ここ行けないの？ああ、行けるよね。多分ルート分岐してますよね。これゾイへ選んだらゾイルートになるんじゃないかな。なんかね、そういう感じですよね。うわー、また舞台が変わって船なんだ。
なんかバイオハザード結構船出てきますよね。リベレーションズだっけ、なんかあの辺でもなかったっけ船って。うわやだな。あでも武器持ってないんでステルスプレイが中心になってくるんじゃないかな、もし敵出てくるんだったら。敵しか出てこなさそうだけど。お、なんだ、記憶がフィードバック。今のは何なのだね、何だったんだろう。上に上がっていく感じかな。すごいな、もうこの腐敗してるようなのが気持ち悪くてしょうがないよね。ぶっちょぶっちょしててさ。ああ人だ、人が固められてますよね。横通ります。すごいことになってる。多くの人が犠牲になっちゃってるってことだよね、おそらくね。このファミリーだけの話じゃなさそうだよな。ちょっと広いとこ出ましたね。開けられる、なんもないんかーい。こっちは、うわ開かない。なんか変な音鳴らさないで。どっか死んだりするやつやめて。アイテムとかでもなさそうか。はっ、くしょ、みんな死んでるんだ。どうした、エンジンルームだ。お前何の話してんだよ。みんなあの子に殺された。おい、なんだよ、一体何が起きてるんだ。何か武器がいる。この船に武器はあるか。俺もわからねえ。でもとにかく離れよ、ここから出るんだ。あいと、え、あ、ヘルメット、さっきの船員の。一応つけようぜ、つけようぜ。こっちは開かないのかな。なるほど、過去の記憶を見ることで何か謎解きができたりするのか。うわやだな、そっちは行き止まりだよな。いや舞台変わった感じあるね。ほんと第2章みたいな感じなのかな。わやだな、ミヤ編の時はおばちゃんにこういうところで襲われてますからね。もう暗くなったらアウトだと思った方がいい。さあ下降りてチェックポイントなのかな。セーブ入りましたね。でも一向にイーサンもいないし、敵がいるわけでもないし。あ、開くんだ。これなんだ、乗員の名簿。なるほど。船長、機関長。なるほど。じゃあ軍の船なのか。俺はあいつのパパなんかじゃない。あー、なんか、クズっぽいセリフだけどね、これだけ見ると。おお、先客がいた。先客がいました。入ってました。違うだね。ああ、なんか今あったな。タンカーアナベル。ああ、なるほど、タンカーなのか。おう、落ち着いた、落ち着いた。途中でやられちゃった。最後まで言わせてくれないんだ。思い出してきた、思い出してきた。何、あなたは誰。幼女。楽しそうだ、めちゃめちゃ導かれてる。なんだ、何を思い出してきたんだ。このことの始まりに関わってんだろうね。あ、いたいたいた。家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの。そう言ったのに。まあね、年頃の娘だもんね。私も待つのは嫌なの。アミンだったらね、私待つは言うけども、待てないタイプの女の子なのかな。まあ年齢が年齢だしな。結構でも広いのか。いるじゃねえか。待って待って、ついてくついてくついてくから。あー、どうせこれあれだ、開かないんだ。だいたい開かない。謎の小瓶は入らない。いるー。これバレたら死ねるね。謎の小瓶はこれさ、
違う違う、移動とかでさ、あ、来た来た来た、これで壊せたりできない。うわー、アイテム出てくるようになっちゃった。ってことはもう こっからは完全に危険地帯ですね。これ壊せないの？切り木どういうルート行ってんの、あの子は。いける説あるな、いける説あります。いけないです。あ、意外と目が悪い。閉める。オッケー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 。セーブポイントと何かある。ハンドガン。え、いなくなったんだけど。全然いる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 。なるほどね、一回はけたんだね。一回はけたんだ。で、左側に大体いるんだよな。はい、強行突破。こっち入ってくるか。はい。嘘。ダメだ。うん。強行突破。なんかある。バック。戻しちゃった。なんかある。ハンドガンの弾あれ。これは。なんなのこれ。戻す。いらない。めちゃめちゃいらない。待って、閉めとこう。し、アマゾン川クルーズガイド。なるほど、アマゾンに行ってたのかな。これか。ジャネットへ。いや、元気？この手紙が届く頃には半年ぶりくらいか。こっちは毎年海ばっかり、もううんざりだよ。変わったことといえば、今回は珍しくお客さんが同乗してるんだ。女の子連れの夫婦で船長の遠い親戚らしい。タンカーで船旅なんてよっぽどお金に困ってるとか？さっき女の子に声をかけたら横にいた父親にすごい目で睨めれちゃったよ。何をピリピリしてんだか。そういえば船長、身寄りがないって言ってたよな。考えすぎか？早く会いたいよ。愛してる、ジムより。なるほどね。その女の子が、あの幼女だったってことだよな、おそらくな。何か訳があってこのタンカーに乗ってたわけだよな。はいはいはい、出てきちゃったのはもうしょうがない。これだ、ヒューズゲット。ヒューズゲットしたけど生きってる、そいつ生きってる。よし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 。ヒューズを使っていけるもんね。ここだね。ありがとう、皆さんコメントありがとうございました。これでようやくこっち側だ。あー、来た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 。ちょっと時間かかっちゃいましたけども、2階にこれでいけんだね。よしよしよし。で、まだ上にも行けそうだけど。2階は、あー、内側から施錠されてんだ。じゃあ3階かな。あー、また声してるな。開けられますね。3階入れるぞ。この辺は何もないか。あ、テレビだ。あ、女の子いる。これ見て。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。なんかでも寂しいんだろうな。ちょっとかわいそうな気がしてくる。汚れたビデオテープか。なるほど。迷うな。見たくないよ。